太陽チャンネル。はい、はい、こんにちは、太陽チャンネルです。イエーイ。あー、もしかったね。はい、ということで今回もね、100均からこんなものを見つけてきました。水で膨らむスポンジ。今日はね、こちらの商品を水で膨らむスポンジをこちらの容器の中に入れて、後で水を入れて蓋を閉めます。そうするとどうなると思う？大きくなる。正解。中でスポンジが大きくなるでしょ。ってことはこの中パンパンになるんだよ。そしてこの蓋を開けた瞬間、これ開けた瞬間、翼、これ開けるとどうなると思う？プッなります。ってなると思います。はい、じゃあひとまず開けよう。じゃあまずは皆さん頑張って開けてこの中に入れてってください。ちなみにね、このスポンジね、翼がすごく大好きな、これやってる、こちら側ね、カプセルみたいになってて、どうもね、この周りのカプセルが溶けて中のスポンジが出てくる感じみたいです。うわー、すごい、うん、入りました。うわ、はい、すごい、見せて。はい、見てるね、これ。大量だよ。12個入ってたから120個だよ。120個。うわ、ね、はい、やばいね、うん、これ120個だからさ、もうカプセルとかでドーン。それではこの中に今度は水を入れたいと思います。はい、じゃあ水はね、こぼしちゃダメだから太陽がやってください。はい、はい、あ、やばいやばい。あ、上に来た上に来た。どうなの？止め、ストップストップストップ。で、蓋を閉めよう、蓋を閉めよう。太陽、蓋を閉めて、それではこちらがね、中身が出るまで待ちたいと思います。はい、はい、そして事件はサムネ撮影時に起きてしまった。ランちゃんも持たせてあげて、ここ、うん、違う、うん、翼は一つ、翼は下持って、こうじゃなくて、こうじゃなくて、大丈夫だから、じゃあここ持って、うん、違う、まさかコップの持つ位置で喧嘩してしまうとは、目クソ鼻クソ兄弟である。いや、2時間ぐらい経ちましたね。どうなったかというと、結構やばい、こちら、じゃじゃーん、ぎゅうぎゅうになってるよ、太陽。なんで？カプセルから溶けきれてないのかな。え、溶けてなかったらどうしよう。どうなるのか。やっぱり溶けてない。太陽、太陽、開けてみますよ。さあどうなるのか。つばさちゃんと、じゃあいくよ、太陽、開けてみてよ。あ、またまたまた。いい？うん、せーの、待って、せーの、ポンと開けて、このさ、カプセルのプニュプニ感、何これ、気持ち悪いって出てくるんだよ。安全な玩具でした。バイ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 。面白くなった。うわー、ちょっと水が出ちゃうから、太陽、本当だ。
嫌いこれ。入れてね。気持ちいいぞ、でもこれ。ニュルニュル。Thank you.